はい、どうもボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もお酒飲んでみたシリーズ不定期版やっていこうと思います。今回いただきますのは宝酒造から出ております私のリンゴサワーでございます。こちらのがアルコール 4% 果汁 10% となっております。こちらのがですね、イオンの限定で発売されているものなんですけども、そうですね、みかん、レモンとかいろいろ種類があるかと思うんですけども、今回これは初めていただくものとなっております。そうですね、これいただいてみたんですけども、リンゴのすっきり感がちょうどいいみたいですね。甘くもなくで、はい。で、よく最近宝酒造限定みたいなやつでいい焼酎使うんですけども、そこまで癖もなく美味しくいただけるものだと思います。そうですね、ただちょっとお値段がね、普通のよりはちょっと高いので、イオン系列で見かけたら、これは買ってみて試してみていただければと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。